西山田武氏は、鹿児島県泉市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。現在は、トヨタ自動車公式野球部で、高知県保守として、プレーを続けている。大流小学校3年生から野球を始め、小学6年時鹿児島選抜のメンバーに選ばれた。同年秋、大口スポーツ少年男性保守キャプテンとして、 県大会優勝、大口中学校では3年春に、鹿児島大会ベスト4となった。2年時に感染した夏の鹿児島大会決勝で、大差で敗れたにもかかわらず笑顔の選手に驚き、笑える野球がしたいと卒業後は、鹿児島城西高等学校へ進学した。鹿児島城西では1年夏から、正捕手となった。2003年2年夏の甲子園鹿児島大会では、 鹿児島商業との準決勝で延長12回さよなら負けを起死した。2004年3年夏の甲子園鹿児島大会では全試合フル出場したが準々決勝で鹿児島実業に2対7で敗れた。スポーツ推薦で早稲田大学スポーツ科学部に進学した。1年春からベンチ入りし2006年2年秋には聖保守となり。明治神宮野球大会では 宮本健大谷智久らをリードしたが、決勝戦で、アジア大学に2対5で敗れた。2007年3年時には、前年の夏の甲子園で話題となった、斎藤祐樹が入学し、入学当初からバッテリーを組み、以後2年間、斎藤祐樹の恋女房と報道されることが増えた。3年春のリーグ戦では、松下健太、須田光太、斎藤祐樹 福井優也らをリードして2期連続の優勝。首位打者とベストナインも獲得した。リーグ戦途中から2番打者となった。全日本大学野球選手権大会は、東海大学を破り33年ぶりの優勝となった。6月25日に、日米大学野球選手権大会の代表に選出され、日本の優勝が決まった第4戦以外の4試合に、 フル出場して2勝2敗だった。秋のリーグ戦も制して3期連続の優勝に貢献、ベストナインも獲得した。優勝パレードの壇上では、花は桜木、男は細山だと叫んだ。明治神宮野球大会は、決勝戦で、東洋大学の大場翔太に、寒風負けを喫して、準優勝となった。 4年夏は6月23日に第4回世界大学野球選手権大会の日本代表に選出された。7月18日からチェコ共和国のブルノ市で行われた同大会では第一戦と決勝戦以外の7試合に出場し3試合で先発マスクをかぶった。台湾との一次リーグ第一戦は先発予定だったがユニフォームを宿舎に忘れて急遽 大野翔太に変更された。カナダ代表との第二戦では、延長11回1死に三類の場面で自身は、右翼へサヨナラ疑悲を放ち勝利した。韓国との第三戦の朝に、父の不法が伝えられ、先発マスクを外されたが4点リードの7回から、斉藤勇希と共に、出場、二人で2イニングを無失点に抑え、9回も、竹内久男と組み、 無失点に抑え勝利した。韓国との準決勝では、斉藤とのコンビで、フル出場して9回を1失点に抑えて、河原井正夫監督の誕生日に勝利した。決勝ではマスクを被らず、チームは敗れた。10月30日のドラフト会議で、横浜ベースターズから4位指名を受けた。リーグ優勝がかかる総計戦が近いという理由で、 早稲田大学が記者会見を行わなかった。秋のリーグ戦では、先生に塁打などの活躍で、慶応義塾大学を破り優勝し、3年春から4期連続で、ベストナインも獲得した。11月5日に、横浜ベースターズから、指名挨拶を受けた。なお1969年の荒川事件以来、同級団と早稲田大学は39年間絶縁状態だった。 明治神宮野球大会は準決勝の東北福祉大学戦でフル出場し、先発、斉藤祐希を8回無失点とリードしたが、延長10回同点1死三塁の場面で、大石達也がサヨナラスクイズを決められ0対1で敗れた。リーグ通算70試合に、出場、214打数60安打、打率、281本塁打、32打点。 六盗類ベストナイン4回を記録。11月30日に横浜と契約を結び、背番号は36に決まった。12月12日に、大学日本代表でチームメイトだった、松本慶次郎、山崎則りとともに入団発表を行った。横浜は、前年の正捕守、相川良二が、FA 一席し、阪神から野口すひが、FA 加入し、 監督の大谷昭彦から、聖保志候補として期待されていた。キャンプでアピールを重ね、オープン戦で、工藤君康とバッテリーを組んだ。工藤は、打たれて勉強することもあると、細山田のサインに首を振ることなく投球した。同期の松本慶二郎、山崎則晴と共に開幕一軍入りを果たした。 4月4日の対中日ドラゴンズ戦で5点ビハインドの5回裏の守備から途中出場し4人の中継ぎ投手をリードして4イニングを1失点に抑えプロ初出場を果たした打撃は吉見和樹の前に2打数無安打と抑えられた野口が開幕マスク4連敗したため4月8日の対読売ジャイアンツ戦でプロ初となる先発マスクをかぶり 工藤君康とのバッテリーを組んだが、請求が定まらず本塁打を4本浴び、5イニング8、失点で敗戦した。2打席目に、福田里志から2塁打を放って、プロ初安打。その後、内藤優太のゴロで生還して初得点を記録した。先発マスクで2連敗したため再び聖保守は野口に戻ったが、4月下旬から奪い返した。 4月24日の対東京ヤクルトスワローズ、戦では初めて、三浦大介とバッテリーを組み8回に、3で無失点に抑え、変わった、石井優也で、後続も立ち、保守として、プロ入り初の完封勝利を果たした。4月26日の同カードでは、吉木から、押し出し支給でプロ初打点を挙げた。4月28日の対阪神タイガース戦では6回1点ビハインド。 西万塁の場面で、走者一層の二塁打を放ち、プロ初タイムリーだと、初マルチヒットを記録した。5月8日の大阪新戦では三浦が、完封勝利し、プロ入り初めて先発投手を完封に導いた。翌日5月9日の同カードでも完封リレーで、自身初の連続完封勝利となり、投手陣や首脳陣の信頼を得た。 5月18日から無期限休養となった大谷に、代わって、湘南シーレックスの田代富夫が指揮を取り始めると、新沼真二と竹山慎吾の起用機会も増え、6月以降は新沼とのスタメン併用、7月以降は黒羽利竹山との併用となっていった。田代体制では、スクイズやトールやシストなど小技を見せる機会が増えた。 5月29日から6月26日の10試合で先発マスクで10連敗した。バント処理の遅れを指摘されたり、8月27日の大半新戦の7回に見逃しと空振りでリーグ31人目となる1イニングに三振を記録するなど、攻守に課題も見せていた。8月下旬以降は打率、160前後で非盗塁も多く、バントミスもあり、 三浦先発時に2試合連続チームが敗戦したことなどから9月9日に2軍降格となった。降格後の9試合で29打数10安打打率345を残したが9月18日のイースタンリーグ対千葉ロッテマリーンズ戦の5回フライ補給守備の際に3塁手村田周一と交錯し左太ももを強打して筋座章となり そのまま二軍でシーズンを終え、フェニックスリーグも不参加となった。最終的にチーム保守最多となる88試合に出場したが、投類阻止率はリーグワーストの173打率も158と課題を残した。チームの投類阻止率は181であり、セントラルリーグのチームの投類阻止率が2割に、 満たなかったのは1997年の中日ドラゴンズ以来12年ぶりの失態となった。62試合で先発マスクをかぶり、フル出場した30試合では17勝13敗、3冠風勝利だった。三浦大輔との15試合では7勝6敗だったが、最も多く組んだレスウォーランドとのコンビでは18試合で5勝9敗。 その他の先発とは29試合で3勝を14敗と大幅に負け越した。前年正捕手が固定されなかったこともあり球団は橋本進を獲得し、同年から監督に小花隆雄が就任した。春季キャンプは発熱による遅れがあったものの合流後は盗塁素子率改善に向けて内股気味に踏み出す左足の強制に取り組んだ。 途中で2軍キャンプ行きとなったが、開幕は1軍で迎えた。主に、橋本を休ませる目的で起用された。シーズン中には、尾花から、スローイング、バントの指導も受けていたが、打率。111だったこともあり6月16日に2軍へ、降格された。チームの借金が40を超えた9月28日に、再昇格したが活躍することなくシーズンを終えた。 先発マスクは11試合で、フル出場した6試合で4勝2敗だった。なお4月21日から10月3日までの、先発マスク8試合でわずか1勝しか上げられなかった。開幕を1軍で迎え、抹消されることなく1軍で過ごした。5月6日の大阪神戦では、チームとして10戦ぶりとなる先制打を放った。同試合では、 山本翔吾との初バッテリーで結果を出し、プロ3年目にして、初のヒーローインタビューを受けた。この日を境に先発出場の機会が増え、5月6月は、竹山慎吾と併用、7月から新沼慎二が加わり、8月中旬以降は黒羽力との併用となった。8月5日の対中日戦では、球団が2008年から11連敗していた。 吉見和樹から先制打を含むにあんだと活躍して、連敗を読んで止めた。9月28日の対巨人戦では、福田聡からプロ1号となる先制ソロ本塁打を放ったが、抑えの山口俊が9回に逆転され敗戦した。10月8日の大阪新戦の9回1点ビハインド、西に3塁の場面で、藤川球児から逆転の2点タイムリーダーを放って、 プロ初のサヨナラ打を記録した。最終的に、チーム保守最多の五十四試合で先発マスクをかぶり、フル出場した二十二試合では十五勝六敗一分け、四完封勝利だった。十五試合と最も多く組んだ、高崎健太郎とは三勝八敗、加賀茂との八試合で三勝一敗だった。山本翔吾とは七試合組、前述の1勝目の後に6連敗し、 山本がリリーフへ配置転換される一員を作った。打撃面では打率が初めて2割台に乗り、勝利打点4はチーム3位の数字だった。守備面では守備率1.000でリーグ1位となった反面、2009年に続きリーグワーストの盗塁阻止率、188と課題を残した。FA で復帰加入した鶴岡一世。 ドラフト2の高卒新人、高木俊人、強権の黒羽根の台頭もあり、今季から新しく監督に就任した中畑清からは、春季キャンプからシーズン終了まで一度も一軍に呼ばれずに終わった。二軍公式戦でもわずか20試合の出場だった。オフは事実上の戦力構想外となり、下交渉の時点で大幅減額を飲むか自由契約かの二択を迫られた。 11月22日の契約公開交渉で、減額制限を大幅に超える1100万円ダウンの年俸600万円で公開し、公開後の記者会見で、これから食事は松家か吉野家にすると発言している。春季キャンプの前に決戦が原因の右腕血行障害を発症して、ボールが投げられず、手術を受けて感知したが、 同年も一軍に上がることなくシーズンを終えた。2軍でも5月6月は欠場し、公式戦は6試合の出場に終わった。ブルペン保守や職員で球団に残る道も提示されたが、現役続行を希望したため、10月3日に球団から戦力外通告を受けた。11月10日に第1回12球団合同トライアウトに参加した。 12月12日に福岡ソフトバンクホークスが育成選手として細山だと契約したことを発表し背番号は125に決まったトライアウト後にソフトバンクから合格の電話を受けた際はドラフトで指名された時とは比べ物にならないくらい嬉しかったと述べている12月24日に進むや木上明、松とみりんと共に入団会見を行った 12月30日に TBS 系列で放送されたプロ野球戦力外通告首を宣告された男たちでは戦力外通告の直後からソフトバンクへの入団に至るまでの経緯を細山田への密着取材映像を交えながら紹介した育成選手の主戦である三軍で67試合に出場して159打数39安打打率245 日本塁打14打点だった。2軍公式戦はわずか4試合の出場だった。10月31日に育成選手の規約にのっとり自由契約公示されたが11月27日再びソフトバンクと育成選手契約を結んだ。同年も3軍を中心に出場していたが3月上旬に細川徹が骨折。 3月下旬に開幕から起用されていた山下明翔が人体損傷で離脱したため4月3日に支配下選手登録され背番号が00へと変更された球団から連絡を受けたのが4月2日だっためエープリルフールかと思ったとコメントした同日一軍へ昇格し4月18日の対 千葉ロッテマリーンズ戦で7回の守備から出場して、遺跡後初出場を果たし、2歩朝日を2イニング無失点とリードし、3塁ベンチ、前でスライディングキャッチする攻守も見せた。出場機会がなく4月23日に2軍降格となったが、5月中旬に鶴岡真也が骨折し、首脳陣が交流戦前に、保守3人制にするため5月24日に、 最小格を果たした。6月5日の大巨人戦で移籍後発、自身4年フェリの一軍スタメンマスクを任されると、同点で迎えた4回裏一死2.3塁の打席で、内海哲也から勝ち越しの2.2塁打を放った。この一打によって、一軍公式戦では、自身4年振りの安打と打点を記録した。 さらに走者として三塁へ進むと、今宮健太の打席で一塁走者、中村明とのダブルスチールを観光、自身五年フェリの盗塁となる、ホームスチールを成功させるなど一イニングで三点を、稼いで、チームの勝利に貢献した。ドーム内で観戦していた、球団会長の大貞治は、一生懸命やったら、いいこともあるよね。頑張って。 野球をやってきてよかったじゃないかと賞賛のコメントを寄せている。10月4日に球団から自身2度目の戦力外通告を受けたが、12球団合同トライアウトには参加しなかった。2015年11月11日にトヨタ自動車公式野球部へ加入することが発表された。選手としてトヨタ自動車に加入したプロ野球経験者は、 マトバ一に次いで二人目である。翌2016年の第87回都市対抗野球では、聖保守として全試合に出場。早稲田大学の先輩で、エースの佐竹伊佐年投手を中心とした投手陣を高リードで引っ張り、打っては準々決勝の対東京都戦で、延長10回裏にサヨナラ打を放つなど、投手ともに活躍。 豊田市の都市対抗野球体開発制覇に大きく貢献した。なお同年の学生野球資格回復研修を受講した上で、翌2017年2月7日に日本学生野球協会より学生野球資格回復の適正認定を受けたことにより学生野球選手への指導が可能となった。第28回ブファアジア選手権の代表に選ばれた。 2018年アジア競技大会の日本代表に選ばれた。2019年の第90回都市対抗野球大会でも決勝まで勝ち進んだが、大学、横浜、DNA 時代のチームメイトだった須田を擁する JFE 東日本に敗れた。2021年からは高知県人となった。レガースをつける細山電プロ入り前は、 大学で3期連続のリーグ優勝に導いた、頭脳的なリード、投手の特徴を引き出すインサイドワーク、肩の強さ、長打力と小技を兼ね備えている点などをプロに評価されていた。横浜ベースターズで同僚だった高森勇木は、細山田を身体能力が低く、パワーと肩に関して、プロの保守としては、平均以下とした上で、投手への気配り、配球を含めたリード。 野手への的確なポジショニングの指示など試合をコントロールする技術に長けていると評価した。また、プレーは泥臭く、配球やリードに対しても研究熱心でプロとの差を埋めるために夜間練習の終了後もバッテリーコーチの福座は陽一の部屋で遅くまでミーティングしていたという。トライアウトの際もシーズン中の試合同様投手とコミュニケーションをとり、 野手にまで指示を出していた。プロ入り前は盗塁阻止とボールを効率しない点を自身の持ち味と述べており、遠投距離は110メートルと言われていた。プロ1年目の春に、大谷からは、早球時のモーションの速さを評価されたが、2009年と2011年に、リーグワーストの盗塁阻止率を記録した。3盗塁を許した試合では、 走者を気にするあまり先発投手の球数が激増したことを指摘された。バッテリーを組んだ投手と心で向き合えるキャッチャーであることを心情にしている。プロ1年目の春季キャンプでは、大谷明彦から立川光雄みたいなしつこいリードと評された。2011年の5月6日から5月11日に全試合で先発マスクを被りチームが5連勝した際に、 総合コーチの岡本哲史から、緩球や残像、対角線、奥行き、投手の特性に、打者の情報をプラスして、瞬時に答えを出せると評価されたが、同年後半は直球を狙われていることに気づかず、ベンチからの指示も無視して通打され、尾花と福沢に苦言を呈されたり、初回に5連打を浴びるのが3試合を超えたため、狙い玉を察知できないと評された。また同年は、 サインミスをした年上の新人、大原真嗣を怒鳴りつけるシーンもあった。横浜時代は、通算打率17、171、三振率も、327と高く打撃力は課題であり、代打を出されることが多かったものの、前述の阪神戦でのサヨナラヒットや、DNA 時代最後に出場した試合で放った代打、サヨナラ満塁ホームランなど、 勝負強いバッティングを見せる場面も多い。明るい性格でチームをまとめる能力があり、大学時代は、ムードメーカーだった。ドラフト時の横浜監督、大谷昭彦の著書、大谷昭彦的、保守論を愛読書として、配給を学び大学のリーグ戦で活かし、横浜の指名挨拶を受けた際に、大谷監督の分身として頑張りたいと述べた。大谷が、 三国史の熱烈なファンと知り、一年目のキャンプで、自身も小説版を購入した。大屋が休養の形でチームを去った際は、まだ、教わりたいこともあった。大屋さんが監督でなければ、プロに入ってなかっただろうし、活躍して、恩返しをしたいと述べ、大屋も休養前に名指しで褒めていた。2012年オフには前述の大幅な年俸のダウンのため、 同年から参加していた大分県での内川、聖一との自主トレに、翌年度は、お金がなくて参加できるかわからないとこぼしていたが、ニュースを知った周囲の知人から食事をおごってもらい、参加した。細山田の父は、大学で野球を続けることに反対したが、何度も頭を下げる、息子の熱意に打たれて、一度、決めたことをやり通すまでは、 親の死に目に会えなくても帰ってくるなと告げて続けることを許した。2008年の世界大学野球選手権大会の予選リーグ中にガンで父を亡くし、不法を知った。当日の韓国戦では斎藤が黒い T シャツを買って切り刻み、選手、関係者全員分の模章を作り、斎藤は左腕につけてマウンドに上がった。 一度は帰国も考えたが父との約束を守って、現地に泊まり、同試合でスタメンを外されたが、日本に帰っても会えない。金メダルを取って帰りたいと発言し、味方が大量点を取り逆転した後に途中、出場した。同試合後には、チームメイト全員のサインが入った、ウィニングボールを手渡され、決勝戦で敗れたがグラウンドで、父ちゃん、 メダル取ったぞと天に向かって叫んだ。父の死後、細山田の母親は昇進の細山田を励まそうと、鹿児島県から東京都の神宮球場に通い、スタンドで応援していた。2008年11月中旬に、父の同僚たちから母を通じて1日所長の依頼があり、父がどんなに同僚に信頼されていたのかを知りたい。プロ野球選手として、 これから自分が生きていく上での糧にしたいですと、開拓、12月に、父が勤務していた、鹿児島西警察署で、鹿児島県警の制服を着て、1日署長を務めた。横浜時代の打席入場曲は、父が好んで歌っていたという理由で、鳥羽一郎の、兄弟戦にした。2014年12月2日に、大学2年時に、 先輩の紹介で知り合った福岡県出身の一般女性と7年の交際を実らせて入籍した。本来は2013年オフに結婚式を予定していたが、トライアウトに専念するため延期していた。ところが、同年12月6日に結婚式を挙げた際に、母親が式場で倒れ、蜘蛛膜下出血のため4日後に亡くなり挙式から1週間も、 立たずに葬儀を行うことになった。翌年一軍で遺跡後初タイムリーダーを打った際に、本当はこの姿を見せたかったと述べた。ありがとうございます。